宮殿マークとプラッツ広場にあるピラミッドカールスルーへはドイツ連邦共和国の都市バーデンビュルテンベルク州に属する人口は約30万人で同州ではマンハイムと並びシュトットガルトに続く第2規模の都市であるドイツ連邦共和国の最高裁判所に該当する連邦憲法裁判所や連邦裁判所の所在地としてドイツの司法首都となっている ライン側の近くに位置する都市で古くからバーベン地方の政治中心地の一つとして発展してきた。町の西部にはライン川に近いことを生かし川と運河で結ばれた工業地区もある。南にはシュバルツバルトが広がる。フランス国境に近く最も近いところで町の中心から約10キロ程度。約50キロ北にハイデルベルク、55キロ北にマンハイム。 60キロ南東にシュトゥットガルトが位置する。約30キロ南のバーデン・バーデンは国際的な温泉保養地として知られている。紋章にあるフィデラタスはラテン語で中世である。言語構成は上部ドイツ語の語群であるカトリックであるアルマン語話者とプロテスタントである上部フランケン語の系統に属する南フランケン語話者などの方言が混合する境界域に位置している。 その他に、バーデン語も話される。1721年に描かれた、長官図外の名称の由来は、カールストルーエである。そのうち、カールの語は、18世紀のバーデンドゥルラ派辺境博で、ある、カール三世ビルヘルムにちなんだものである。もともと、バーデンドゥルラ派辺境博の居城は、中世的な町、ドゥアラッ派にある、カールスブルク城であった。しかし、大同盟戦争において、 フランス軍によって1689年に町と共に破壊された。1698年に再建に取り掛かられたが、1709年に偏境博となったカール三世ビルヘルムは再建ではなく、新しい場所に居城と町を建設することを決定した。こうして選ばれたのがカールスブルク城の5キロほど西にあり、狩猟を行っていた広い森である。ここに居城を移し、 周囲に近代的な都市を建設しようと1715年に宮殿の礎石が置かれた。これが都市カールスルーへの誕生とされている。カールスルーへは宮殿を中心に道路網が放射状に伸びる計画都市で格子状道路網を有するマンハイムと並んでドイツのバロック都市として有名である。この道路網は輝く太陽の光線を示すものである。 宮殿の近くの都心で町が南側へ向けて線形に広がっている。第二次世界大戦では甚大な被害を受けたが戦後に復興した。復興にあたっては宮殿を中心に広がる道路網が尊重されている。1970年代に大規模な都市再開発が行われた際も選定された案は放射状道路網を尊重したものであった。 中心街のカイザー通りに沿うマークトップラッツ広場にはピラミッドがあり、カール3世ビルヘルムがその地下室に営民する。カールスルーエ SC がカールスルーエを本拠地とするサッカークラブ、オリバーカーンなどを排出したブンデスリーガ2部に所属している。バスケットボールブンデスリーガの BG カールスルーエの本拠地。ありがとうございます。